邪行猫の糞コピルワクとは、邪行猫の糞から取られる未消化のコーヒー豆のことで、ある。コピは、コーヒーを指すインドネシア語、ルワクは、マレー邪行猫の現地での呼び名である。コピルワクの起源は、インドネシアである。日本では、コピルワク、コピルワック、ルワックコーヒーと呼ばれることが多い。独特の香りを持ったコピルワクは、産出量が少ないその希少性により、 高額で取引をされている。コピルアクはインドネシアの島々で作られている。この他、フィリピンや南インドでも類似のコーヒーが採取され、フィリピン産のものはアラミドコーヒーと呼ばれる。アメリカ合衆国ではシベコーヒーやウィーゼルコーヒーとの属称があり、日本でイタチコーヒーと呼ぶのも後者に習ったものと思われる。しかし、 邪行猫科の邪行猫と、イタチ科のイタチは異なる動物なので、イタチコーヒーという属称は、誤解を招きやすい。かつて、ベトナムでは、同種のマレー邪行猫によるものが、イタチコーヒーと呼ばれて市場に出ていたが、現在は、流通経路に乗る機会が乏しくなり、人為的に豆を発酵させたものが、イタチコーヒーと称して販売されている。 インドネシアのコーヒー農園で栽培されるコーヒーの木の熟した果実は、しばしば野生のマレージャコーネコに餌として接触される。果肉は栄養源となるが、種子に当たるコーヒー豆は消化されずにそのまま排泄されるので、現地の農民はその糞を探して、中からコーヒー豆を取り出し、きれいに洗浄して、よく乾燥させた後、焙煎する。フィリピンでは、 リベリカダネなど複数種のコーヒーの木が栽培されており、カペアラミドの場合は、結果的に数種類のコーヒー豆が自然にブレンドされると伝えられる。コピルアクやカペアラミドは独特の複雑な香味を持つと言われている。邪行猫の腸内に存在する消化酵素の働きや、腸内細菌による発酵の働きで、コーヒーに独特の香味が加わる。なお、 この腸内発酵によりカフェイン含有量は通常のコーヒーに比べておよそ半分に減ることが分かっている。コピルアク生産のためにケージに入れられた邪行猫世界で最も高価なコーヒーとして知られており500グラムに月300から500ベドルの価格で販売されている。かつては主にアメリカ合衆国と日本に出回っていたが現在は 供給量こそ限られてはいるものの、世界各地で入手できるようになった。その背景として、野生の邪行猫を乱獲して、檻に入れ、本来は肉食の邪行猫に無理やり、コーヒーチェリーの実を食べさせることで大量生産し、ワイルドと偽装して販売している実態を取材した、ドキュメンタリーが2013年9月に BBC で放映され、イギリスで大きな反響を呼んだ。 視聴者からの抗議から、レストランでコピールワクを提供していたハロッツは、提供を取りやめた。世界最大の消費地は、日本や台湾、韓国などのアジア諸国である。ルワクコーヒーは日本ではジャルガルーダ他数社が、高級コーヒー豆として、ハンプを取り扱っている。コピールワクや、カペアラミドは、希少価値の高さが魅力であり、 素晴らしい味やフレーバーがあったとしても、コーヒー豆としての品質が最も優れているわけでは、ない。その独特で豊かな香りや味のコクには、高評価な反面、うんちコーヒーと茶化す向きもある。また、コピルアクは、ルアクが食べるコーヒー豆の品質により、その味や風味が大きく左右される。ロブスタ種のコピルアクよりもアラビカ種のものは味に優れ。 より高値で取引をされている。一大観光地である、バリ島で市販されるコピルアクは、このロブスタ種である傾向がある。また、現地で市販されるコピルアクは、観光客向けに大量生産されているため、鮮度や品質が低いことがある。アフリカには、モンキーコーヒーなるものが存在すると言われる。また、排泄物ではないが、猿が関与したコーヒーが台湾にある。 台湾の高地で栽培されるコーヒーの木の豆を野生の台湾ザルが食べ、種子の実を吐き出したものを集めてコーヒーとしたものである。希少価値があるため極めて高額で取引される。タイではゾウにコーヒー豆を食べさせた糞から集めたコーヒー豆で作るブラックアイボリーというものがあり、コピル枠より高額に取引される。1995年度には 邪行猫の排泄物から集めた世界一高価なコーヒーとしてイグノーベル栄養学賞を授与された。2002年から2004年にかけてのサーズ発生によって中国では邪行猫科の白シンがウイルスを媒介するとして大量に駆除されたがコピルル枠の需要や価格にはほとんど影響がなかった。テレビドラマ怪奇大作戦セカンドファイル第1話では猫に コーヒー豆を食わせ、糞から出てきた豆の匂いのソフラクタルをいじってコピー、ルワクを偽造したという話が出てくる。2006年公開の映画、カモメ食堂、2008年公開の映画、最高の人生の見つけ方にも登場し、校舎では、キーワードとなっている。ジャ邪コネコの糞から世界最高級のコーヒー豆、コピールワク。www.afpbb.com 2020年12月20日閲覧。世界一高価な魅惑のコーヒー、コピル惑インドネシア。cnn.co.jp。2020年12月20日閲覧。しべパセズ、オンシークレットツーラグジュアリーコーヒー、BBC ニュース。ありがとうございます。